FKK のどこ行ったの？なんかアルティミアスみたいな名前の場所行ったな。結構有名なところかな。いろんな外国人がおった。みんな可愛い。みんなおっぱいでかい。ヨーロッパの女の子めちゃめちゃ可愛いしね。まず俺 FKK ってドイツの人にずっと言っとったんやけど、 FKK って通人買ったじゃん。 FKK って何みたいな。え、ドイツの人知らないのみたいな。世界で一番有名な風俗だぜみたいな。それがドイツに何店舗もあるんだぜって言ったら、あ、F カーカーねって言われて、あ、カーって呼ぶんやと思って。だけん多分ドイツ語で K のことをカーって呼ぶよね。まあ確かにこれインドネシアも K のことカーって言うけん、あ、ドイツもそんな感じなんやと思って、F カーカー、そうそうそれ来てっつって行ったんで、4階建てやったんかな。めちゃくちゃ広いよ。ちっちゃい小学校ぐらいの広さでもある。1万2000円ぐらいかな、入場が。まあでもそれで朝の11時から夜中の5時までやっとっちゃうね。ずっとおっていいじゃん、その施設に。飲み物とかも全部飲み放題で、食い物とかも全部食い放題で、サウナとかがあって、サウナも60度80度90度とかアラブ式とかいろんなサウナがあって、プールも中にどでかいのが1個あるのと、外にもなんかこう酒が飲めるバーとかまったりする場所とか、そういうのがブワー並んどって、地下には映画館とかあったり、みんなででっかいポルノ見るみたいな映画館があるっちゃけど、2個ぐらいあったかな。施設がえぐいわけよ。えぐい綺麗で、その中に裸の女の子が60人ぐらい歩きよったんかな多分。その女の子たちをやりたいんやったら、なんかいろんな施設の間にちっちゃい部屋みたいなのがあるわけよ。その部屋に連れて行って行為をできると。1回70ユーロとかとかやったと思うんだけん、何回やってもいいとよ、体力を持つ限り。サウナがあったけんね、 FKK に入ってね。あ、サウナや、久々やと思って。やっぱ全然入ってなかったっけ。日本におる時も入れてなかったし、海外はあんまりその日本っぽいサウナがないけ、うわ久々に整いてわと思ってパンパンパン抜いてパンみたいな。一番最初サウナ行ったわけよね。で3連発意味わからんぐらい整ってしまったっちゃ。もう本当に整いの先ぐらい、みんなが整っとうはまだ整ってないんじゃないかって思うぐらい整ってしまったっちゃんで、あーみたいな。でもうちょっとも動けんぐらいすごいことになって、もうそこで全てを出し切って性欲がなくなってしまったじゃん。もう本当にパカーみたいな。けどこれあかんと思って、あのすまんと、俺もう整いすぎて性欲なくなってもうたわって言って、そのドイツの友達と一緒に行ったんやけど、映画館でじゃあゆっくりしようみたいな。なんかまあちょっと酒でも飲みながらゆっくりそのエロい映画でも見とけば絶対興奮してくるからみたいな、お前ナイスアイディアじゃんみたいに言って、よし行こうかって言ったら、その映画館でもたまにね変態がいてねみたいな。その変態たちは映画館の中でセックスしてるみたいなこと言って、マジでみたいな、映画館の中でやっていいみたいなって、あ、まあ一応大丈夫っすねみたいなこと言って、あ、そうなんやと思って、座ってずっと待っとったら、まあ女が定期的に回ってくるわけよ、ハローみたいな。そしたらまあ2人目ぐらいかな、もう乗ってきて、でここでやろうぜみたいなこと言われて、もう行くかみたいな、お酒飲んどったし、もうなんか ほな行くかみたいな。でそのまんま映画館でやりよった。気がついたらそのたまに現れる変態の人に会ってしまっとった。話聞いた時を、映画館でやってる変態いるのやっぱきっしょとか言ったのに、その後4人ぐらいで行ったっちゃけど、あの4人全員ソファーでやったね。あ、映画館のソファーね、映画館のソファーでやってしまった。わかるわ気持ち、本当に映画館でやるやつの気持ちしかわからん。親子でファンになりました。やばい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 。こんな発言した後に親子のファンになりましたって、やばいやばい。子供に見せれるような会話してなかった今。